はい、こんにちは、ライムです。今回こちらのコピー性能メタルスペシャルドローということでこちらの解説いきたいと思います。はい、でこれ結構定期的にねコピー、ガチャは来てるんですけど、でですね、僕コピーガチャが来るたび大体もちろん性能解説っていうかガチャの解説してると思うんですけど、その時々によって環境だったりとか、まあ新たなメダルもね今回ダスクが追加されてたりとかするんですけど、なんだろうな、一言で言えば今の10月時点での環境を考えるとですね、初心者とか新規勢向けなのかなっていう印象が結構強いですね。だんだん強くなってきた。というのもちょっと相対的にね最近環境を見てると、まあ、特に上位の方、ランキングで言うとトップ100とか、ぐらいになってくるとまあ顕著なんですけど、ちょっとコピーメダルの居場所がなくなってきたなっていうところが正直なところです。まあそれ、まあトップ100って言って本当に課金してる人の世界なのであれなんですけど、はい。まあというのもですね、最近覚醒スロットが5個だったり、ペロメダル PR メダルが、コイン供給がね高い、チップとかでプラス2000まで上げられたりとか、覚醒スロットの影響でね本局を上げやすくなってて、かつ敵が硬くなってる、攻撃力が高くないと星7は前提だし、本局が高くてかつ地上とかがついてないと、地上とか空中エネミー防御マイナス 60% がついてないとまあダメージが通りにくい。最近のねデミックスだったりセフィロス、ハデスカップのセフィロスやってもらえば分かる通りですね。で、メインクエストに対しても結構防御力が硬くなったりとか、普通に敵が強くなったりしているので、そういうところを考えるとですね、覚醒スロットが、これ一番最新のダスクとかファントムでも覚醒スロットが3つ。で、かつ攻撃力がそんなに別に高い、ペロメダルとかね、EX メダルと比べて高いわけでもないというところで、実際僕ファントムとかダスクのね、覚醒スロットの地上とか空中、それから追撃とかねついてるやつ持ってるんですけど、そんなにね PVP 以外だとそんなに活躍する機会ないかなっていう気がし、最近ねそんな気がしてますね。まあ特にコロシアムとか僕のキャス見に来てくれた方ならわかるかと思うんですけど、コロシアムキャスね、エネミーコロシアムのやつ見てくれた方はわかると思うんですけど、コピーメタル僕使ってなかったし、で10月のエネミーコロシアムのキャスの時は最終的に9位ぐらいまで僕ランキング上がりましたけど、ナミネ入れてましたよね。3枠目フェアリースターのウェリスターの3枠目に波に入れてたと思うんですけど、まあダメージが通らないのは分かって見てもらった方が早いのかな。あ、これなんですけど、これキャスで使ったデッキそのまんまなんですけど、これね3枠目にこれ波に HG 入ってて、でステボで、で覚醒もね地上と追撃ついてるナミネなんですけど、これでねコロシアムやってもダメージ一切通らないんで一回やってみようか。もう最近の環境はもう如実に攻撃力とか覚醒スロット、もう12位まで落ちてるけど、行ってみようか。一回試しにやってみよう。もうテラ、これもうテラの時点で1だからね。まあこれキーブレードバイスが低いからなんだけど、でまあ 6サスは普通にダメージ通りますよねこれ。はい、で次ナミネですよ。問題のお前の闇が私を呼ぶ、はい、これですよ。1、お前の闇が私を呼ぶ、はい、で次セフィロス普通に使ってみますよ。お前の闇の、はい、こういう差が出てくるので、もうこれだとナミネが入ってる意味って全くないんですよね。デッキに入れてる意味が全くない。
はい、っていうところが出てくるので、最近のもう本当に敵がもうとてつもなく硬いっていう環境だと、ちょっとコピーメダルじゃもうね、あの物足りなくなってる。まあ本当の上位の人を体感するのは本当の上位の人とかになってくるかなとは思うんですけど、まあそれにしても、まあ攻撃力が高い方が、単純に敵にダメージを与えやすいという意味もあるんですけどね。はい。で、今見てもらったのは、まあ、だいぶ極端な話なんですけど、まあそれから考えるとね、あの昔ほど、価値は高くないのかなと、コピーメダル自体の。ちょっとじゃ価値が下がってきたかなっていう気がしますね。で、それは PVP においても、まあ同じで、今セフィロスのね、スーパーバーストセフィロスっていうね、システムがね、スーパーバーストっていうセフィロスが出てきてしまったので、そこがね、今まで結構主要 HD とか便利だなと思って使ってたんですけど、まあセフィロス EX じゃねえ、ごめん、ちょっと紛らわしいんだけど、スーパーバーストセフィロス入れるともうね、単純な追撃よりも強いから、スーパーバーストが。赤のリバース枠あったら、とにかくもうセフィロス入れとけばいいんじゃねみたいな環境になってしまったので、今後もですね、スーパーバーストの、性能がついたメダルはどんどん出てくると思うんですけど、とりあえず、当面は月末かな、月末あたりに1枚ずつ、以前の EX メダルみたいな感じで来ると思うんですけど、はい。スーパーバーストが充実してくればしてくるほど、コピーメダルの、入れる枠ってどんどん減ってきちゃうと思うんですよね。コロシアムも今見てもらった通りですね、ダメ、波根のところが一切ダメージのない、あれは攻撃力が低いからっていうところがあるんで、これが、今波根が入ってる青のアップライトか、青のアップライトの、スーパーバーストのメダルが出てきた時点でもう波根は一切入る枠がないと。どこのクエスト行っても、それスーパーバーストメダルでよくねってなっちゃうんだよね。そういうちょっと怖さがある。インフレしちゃったね。まあ、あくまでこの、今までのね、コピーメダルの話なんで、これから新たなコピーメダルの覚醒スロットが5個になるかもしれないし、PR コピーメダルみたいな、できたとしたら、覚醒スロット5つで、かつ攻撃力も高いということになれば、また話は変わってくると思うんですけど、まあ、コピーメダルもさすがにこのままね、放置しとくってこともないだろうとは思うんですけど、はい、ただ現状の今ここまで出てダスクまでのコピーメダルの話においてはそんな感じです。いくらね、ギルトが高かろうが別に攻撃力とは一切関係ないので、攻撃力と防御力の計算には全然ギルトは関係ないので、はい、最後に出てきたダメージにギルトは加算されるようなイメージなので、別にその辺はね関係ないんですけど、はい、っていうところなので、まあ本当に最近始めた方でコピーメダル全然持ってないよっていう方とか、そもそもマイコピーとかね、全然不足してるって方も多いと思うんですよ。実際僕のパテメンにも結構いたんで、そういう方コピーメダルが足らないって方はね、やっぱ無課金、微課金程度だとどうしても、まあ、集めにくいメダルがあったりするっていうのがあるので、はい。まあ、結局ガチャも運なので、で、コピーメダルもこんだけ種類あるからね、なかなか欲しいメダルが出ないっていうのはあると思うんですよね。まあ、高レアリティになるほど確率がね、だいぶ低かったり、2% とかなったりしてんのかな、バリンダス HD とか、ナミネ KH2 とかね、その辺は。なので、まあ、まあ、コピーメダル全く持ってない人とか、極端に数が少ない人とか、で、始めたばっかりの方とかは、あと、無課金、微課金の人かな。結構課金してる人はもう今更コピーメダル引かなくてもっていう感じが、正直僕もね、コピーメダル大好き人間なんですけども、まあ、僕はもう逆に引きすぎたからもう別にいいかなっていう感じなんですけど、課金してる人はね、もうこれ引くより、さっき見てもらった通り、普通のPR メダルとか引いた方が全然戦力になっちゃうので、正直。
正直。いっぱいお金がある人はもう同じメダルね、複数枚引いて入れればいいっていうレベルになっちゃったので、あえてコピーメダルを入れるっていう必要性があんまりなくなっちゃった。ただ PVP はね、ともかくですけど、やっぱ PVP はね、今、今週来てる赤3本とかで来られると、さすがに結構課金してる方でも、メダル不足に陥るので、コピーメダルで、なんだろうな、ごまかすというか、枠を埋めるしかないっていう状況になるので、まあ、それはともかくなので、やっぱ PVP ではやっぱりまだ全然ね、使い道としては高いところはあるよね。で、まだ、そう。やっぱ、まあそうなってくると、やっぱ覚醒すると3以上のコピーメダルが優秀かなというところと、で、あと、最初に話した攻撃力ね、が関係しない、そこまでそんなに大きな影響を及ぼさない、レイドとかね、レイド覚醒つけたコピーメダルならまだ全然大活躍、今までと変わらず大活躍はすると思うので、まあその辺だよね。ちょっと環境が変わって攻撃力に重きを置いた、環境になっているので、はい。レイド覚醒についたコピーメダルなら、まあ今までと全然変わりなく、抜群に、使えるでしょうし、あと PVP でも枠を埋めたりとか、ここの枠に、ね、何も強い、メダルが入らないっていうところにね、ダスクとか入れてあげたりとか、なかなか青のリバースで強いメダルっていうと少ないからね。そういった面とかもあるので、やっぱファントムとかダスクあたりは本当に強いかなと。であと結構使われる青のアップライトね。この辺。青のアップライト、緑のアップライトかな。は、頻繁に使われるのでっていうところ。ただ赤のリバースが、スーパーバーストセフィロスが出てしまったおかげでですね、もうシオン HD とちょっとリクレプリカ、それから犬のピートがなかなかちょっと使える場面が減ってしまったかな。っていう感じがしてます。まあ、セフィロス持ってる方はね、セフィロス持ってる方は本当複数枚持ってたりするからね、怖いよね。そう、でもそういう方に取ってしまうと、もうね、ステグラ1枚入れて、セフィロス入れるだけでどのキーブレードでも使えちゃうので、うん、っていうところがあるんで、まあちょっとこれから先スーパーバーストのね、出てくるたびにちょっと、今までのコピーメダルが、まあ入る枠がその分なくなると、置き換えられるというところが出てきてしまうので、まあその辺はですよね。まあガードスキルとかつけてね、 PVP で活躍させるっていう意味では全然、まあ汎用性としてはものすごく高いんで、まあそんなに今すぐもういきなりもうゴミになったとか、そうゴミになったとか使えなくなったとか、そういうわけでは全然ないんですけどね。ただ若干ちょっと価値が下がったのかなと、昔と比べると。昔のコピーメダルマジ神っていう時代からすると、まあ、若干価値がもう下がってきちゃったのかなっていう印象はありますかね。なのでまあコピーメダルまあ、各属性1枚ずつ揃えておくのはマジで、まあ、いいのかなっていう気はしてるんで、やっぱり汎用性、それからあと、プラウドモードね。プラウドモードでの縛りでも単体とかっていう縛りがあるので、うん、そういった意味でもやっぱコピーメダル便利なので、まあ、何かとやっぱり便利なのは変わんないので、持ってない方は、まあ、引いておくのが結構おすすめしたいところではあるんですけどね。はい、ただちょっと覚醒がねやっぱりついてないとっていうところはあるんで、うん、レイドなり地上なり空中なりね、はい、ただ追撃の価値も若干落ちたかな。コピーメダル追撃の、昔はほらカイリー X とか光バフが2段階とかねだったので、あコピー追撃で6段階までアップさせるみたいな使い方が、一般的というか、まあ定番になってましたけど、今はもうステグラとかヨッチャとか、カリ X 回シオン X 回でバフが上限まで1枚で上限までいっちゃうので、コピー追撃の必要性がね、まあ、昔よりは減ってしまった。その代わり地上と空中の価値が上がったっていう感じかな、相対的に。はい、ダメージ1よりは
追撃でダメージ1よりは地上とか空中ついててダメージ一発でかいのドーンって出す方が全然いいから、いいわけだからね。その辺ですよね。なので追撃の価値が減って地上空中の価値が上がったという認識でもういいのかなと気がします。最近はもう、まあ PVP は相変わらずあの追撃が強いですけどね。なのでまあ出た覚醒でやっぱりまあ使い方を考えるっていうのはいいのかなと思いますね。コピーメタルのレイドだとね本当に今まで変わらずと使えると思うので、はい。まあただちょっと覚醒スロット3ってところがね引っかかりますけど、やっぱりその辺もね、その辺ももうガチでね、あの最近の覚醒スロット5個あるメダルにレイド 200% とかつけてるメダルと比べちゃったら、さすがにあの3つのね 120% はちょっとうーんっていう感じはあるんですけど、まあ5個つける人なかなかいないし、めっちゃお金かかるからまあいないと思うんで、その辺考えてもね、はい、あのコピーメダルレイドつけるのはすごくいいんじゃないかなと思いますね。汎用性がね、あのキーブレード、そうブーストが来たとしても、あのコピーメダルってやっぱり汎用性が高いので、どの場面でもこう使えるっていうところがやっぱりでかいよね。どのバフでもしかも使えるわけだからね、言ってしまえば、はい。というところで、持ってない方とか、レール覚醒つけたい人、さらにあの何かな、新規勢の方とかはコピーメダルはね、抜群の汎用性はまあ一応まだまだあるので、まあ引いてもいいかなと。本当に薄い人は、ただ結構充実し課金してて、ペロメダルとかね複数枚全然持ってるぐらい課金してる人だったら、あえてもう、うん、引く必要もうんっていう感じ。それなら新しいあのコピーメダル家付き覚醒専用メダル付きの、ガチャ、新しいコピーメダルまで待ってそっちにいい覚醒つけた方がまあいいのかなっていう、全然そっちの方が全然いい気がする。ちょっとこのガチャだとね、覚醒がほんとつけづらいんだよね。覚醒狙いで引く回すようなガチャではないと思うので、なかなか厳しい戦いになる。覚醒狙いでいくとこんなんだもんね。これ通常か、確定枠で見ると確率こんなんですからね。陸レプリカとかファントム 1% か、ステボまで含めて、でシオン HD とかソラアンチが 2% ステボ含めてで、ギルト5以下が 17% とかになってんのかな。なのでマイコピー以外の覚醒を狙っていくのはかなりきついような感じですね。ただこのちょっと罠があって、このキーアートね、コピーキーアート、エア、ボンド、カミングに関しては、あの他のガチャから排出されないので、そこだけだよね。ナミネ HD とかシオン HD は他のガチャからもね確定枠で出てくるんですけど、このキーアートコピーに関しては出てこないので、ゲットするのはここしかないと。でこの前コピー使いやすいのは今んとこねないんだよね。ギルド高いので、ギルド5以上で出てないので、あのまあカミングとかボンドあたりは結構使い道がまあ結構多かったりするの、キーブレードの配置的にするので、まあボンドカミングは持っててもいいかなと思うんだけど、そろそろさすがに上位互換でそうだよねってところ、ギルト8のやつでそうだなってところで、まあ覚醒つけやすいんで、これを機にねエアーボンドカミングに覚醒つけたいなって人もまあ別に狙ってますってのもいいかもしれないけどね。まあちょっと今の時代だとね、せめてこれが2枠確定だったらね、このガチャが2枠確定だったらかなり良かったんじゃないかなって気がするんだけど、ちょっとっていう感じだね。今の時代からすると若干価値が下がったので、ちょっと意欲が減っちゃったかなと。確率もこれだしね、ちょっとひどいので、はい、といった感じですね。ちょっと喋ろうと思っただけなので、もう何だかんだもう20分ぐらい喋ってるわ。やっぱ僕コピーガチャ好きなんだなあれですよ、最近始めた方はね知らないと思うんですけど、僕以前去年かキーアートシリーズのコピーメダルが出たあたりのガチャだと思うんですけど、追撃出るまで回すっていうガチャ動画撮ってるんで、どれぐらいねコピーガチャでも、あのガチャ今と比べるとね、出てくるメダルが3枚しかなかったんで、覚醒はめちゃめちゃつけやすかったんだよね。ただだけどなのに、
あれぐらいかかったっていう動画なので皆さんね、この動画見終わったらぜひ、コピー追撃つくまで回すライムで検索すれば出てくると思うんで、ぜひそちらの動画も参考にして回していただけるといいんじゃないかなと。ただその時作ったメダルは未だに使ってるから、その時使ったメダルで未だになんだ PVP 上位とかに入ってるから、それで PVP のパレード出たからてかあの時のドローは全然無駄じゃなかったし、やっぱりコピーメダルほんとね、汎用性がとてつもない、腐りにくさっていう意味ではとてつもないので、はい、そういう意味で好きですね、やっぱコピーメダルは。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。